皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはルイスコート北品川。こちらでルイスコート北品川と読みます。初期費用は7万円。2022年6月地区の鉄筋コンクリート層マンション、1ヶ月分のフリーレント付きで契約できるお部屋を発見です。はい、募集されている賃料、管理費といった条件はそのまま、初期費用をお値引きして初期費用7万円で皆様にご紹介いたします。今回はですね、 21.10 平米の 1K タイプをお流しいたします。非常に素敵な物件でした。ぜひ最後までご覧くださいませ。それでは早速ルームツアーをスタートしていきましょう。はい、ルイスコート北品川 21.10 平米の 1K タイプのルームツアーです。はい、立地はですね、東京都品川区北品川2丁目にございます。最寄り駅は新馬場駅ですね、徒歩4分。また天王洲アイル駅までなら徒歩13分という立地です。はい、洋室 6.5 畳のお部屋です。周辺環境も調べています。コンビニはですね、セブンイレブン、ファミリーマートが近くにあり、スーパーはマイバスケットがございました。バルコニーですね。インターネット利用料無料です。つなぐネットコミュニケーションズが提供しているインターネットの利用料が無料。後半はですね、水回りを含めてご紹介をしていきます。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては、賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、まずはこちらクローゼットですね。開けて、はい、クローゼット、こちらの隣にもありますね。はい、十分なものが入るスペースがあるですね、クローゼット。はい、先に設備ご紹介します。エアコン、オートロック、宅配ロッカー、各地ガスコンロのシステムキッチン、バルコニー、クローゼット、独立洗面台、室内洗濯機置き場、シューズボックス。お風呂はですね、浴室乾燥機がついていますね。はい、また駐輪場ございます。ステッカー代2200円、月額利用料は無料です。はい、ルイスコート北品川、初期費用は7万円ですが、こちらは敷金1ヶ月が入って初期費用7万円でご紹介をしているというわけですね。内訳を説明すると、1ヶ月分の賃料、管理費、敷金1ヶ月、初回保証料、初回保険料1年分、こちら全部入って初期費用7万円としています。お分かりいただける方は分かるんですけれども、当然計算していくと初期費用7万円ではないですよねというご質問をお電話でいただくことがあります。それは初期費用7万円ではもともと管理会社の募集されている条件では初期費用7万円にならないんです。それを
お値引き7万円になるようにお値引きしているというふうにお考えくださいませ。はい、非常に素敵な物件でした。今回のルームツアー動画は以上です。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのハートサポート。